めまして、ラジオパーソナリティの猪狩玲奈と申します。よろしくお願いします。8月1日木曜日、時刻は8時45分を回りました。ということで、猪狩玲奈のガリーズ夢計画、本日よりシーウェーブの北千住スタジオより30分の生放送の新番組が始まります。それではいきますよ。猪狩玲奈のガリーズ夢計画スタートです。はい、皆様、あの新番組ということで、私のことはじめましてということがほとんどかなと思いますので、あのまずは自己紹介の方していきたいなっていうふうに思います。私猪狩玲奈はですね、基本的にあの普段は、まあ、ちょっと社会人としてあの企業さんで勤めているのと、あとダンサーをやってます。で、まあ、今日ねちょっとゲストの方ってお呼びするんですけれども、まあ、その方々ともちょっとゆかりのあるダンサーをやっております。で、まずこの番組のコンセプトを説明していきたいなと思うんですけれども、あのこの番組のコンセプトとしまして、あのファン応援型番組というのをコンセプトに掲げています。主にですね、あの各界の新人さんですとか、まあ、ベテランさんも含めて今夢を追いかけているという方々をゲストに迎えまして、リスナーの皆様と共に成長して、番組を通して何か夢を叶えるきっかけをつかむっていうようなあの番組を作っていきたいなというふうに思っております。で、番組としてはですね、今あの第1木曜日、第3木曜日、第5木曜日の放送になっていますので、まずは帯番組の昇格っていうのを目標に日々奮闘していきたいなというふうに思っております。でですね、あのぜひぜひ皆様ハッシュタグとかで SNS で盛り上げていただきたいというのがありまして、あのハッシュタグでですね、ガリーズ夢計画もつけていろいろツイートしていただけると嬉しいです。ガリーズはひらがなで、夢計画は3文字の漢字でお願いします。じゃあ私の自己紹介はそんなところですかね。ね、リスナーの方も皆さん、あのゲストの方お待ちだと思いますので、お呼びしたいと思います。それではお待たせしました、本日のゲストをお呼びしたいと思います。君と永遠の皆さんです。よろしくお願いします。どうぞご着席いただいて、すいません、ちょっと狭いですよね。ありがとうございます。はい、皆様よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね、まずはあのリスナーの方には、もしかしたらあの初めて見たよって方もいらっしゃるかもしれないので、まずはあの皆さんのお名前ですとか、まあ、相性ですとか、メンバーカラーとかあれば、あの一人ずつお願いします。はい、私たち君とタアニです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあこっちから一人ずつ自己紹介を。はい、はい、君とタアニの青色担当、七瀬しのです。17歳の高校2年生です。相性はしーちゃんってみんなから呼ばれてます。よろしくお願いします。はい、赤色担当、目つきまるです。18歳です。普段はみんなからはまるちゃんって呼ばれてます。よろしくお願いします。はい、君とトアニのリーダー、三瀬ひまりです。みんなからはひまりんって呼ばれてます。よろしくお願いします。はい、君とトアニの星名りのんです。水色担当です。15歳の高校1年生で、普段はりのんちゃんとか、あとたまにのんのんとかって呼ばれてます。よろしくお願いします。はい、君ととわにの緑色担当、かしあさひです。15歳高校1年生で、みんなにはあちゃぴって呼ばれてます。よろしくお願いします。君ととわにの白色担当、さくらゆゆです。中学3年生15歳です。みんなにはゆゆちゃんって呼ばれたり、ゆゆたんって呼ばれたりします。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ですね、君とトワニの皆さんには今後第1と第5木曜日の方にご出演していただこうかなと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。お願いします。でですね、実はですね、私ひまりちゃんとは、あのひまりちゃんがダンサー時代ね、はい、はい、からの長い結構付き合いでして、はい、まあ、一緒のステージに立ったりね、なんてこともあって、はい、
ね、いやもう高校生の時に初めて一緒に踊ったんですけど、もうその時もいろいろ教えていただいて、もうその時からたくさん可愛がってもらっていて、今日久々にお会いできてとっても嬉しいです。そうですね、なんかねステージの上とかだとね一緒にねスクールとか通ったりするけど、そうですね、なんかおしゃべりの部分で一緒になるのが初めて、はい、ちょっと緊張して緊張しますね。ではですね、君ととわにっていうあの皆さんグループ名だと思うんですけど、はい、なんか私的になんか本のタイトルだったり、うん、なんか映画のタイトルっぽいなっていうの印象が受けまして、うん、なんかコンセプトとかってあったりするんですか？はい、コンセプトはですね、うん、心揺さぶるっていうコンセプトがグループのコンセプトでありまして、うん、君とはあのプロデューサーの方が振付師のあっちゃんさんという方なんですけど、あのダンスをすごい力入れていたりとか、パフォーマンスもすごいみんなで頑張っているので、うん、すごいなんて言うんだろう、その心揺さぶるステージを皆さんにお届けするっていうので普段は頑張っています。はい、なるほど、はい、ファンの方も拍手っていう感じでその通りだって感じですけど、あとなんかですね4月くらいですかね、新メンバーの方が加入されたって伺って、はい、どなたが新メンバーになりますか？お、はい、お二人ですかね。ちょっとお名前もう一度言っていただいて、はい、はい、白色のさくらゆゆです、はい、私はオーディションを受けて、2期生として入らせていただいたんですけど、私はもともと君ととわにさんのバックダンサーをやって、それで、グループを知って、私もダンサーじゃなくて歌って踊るアイドルになりたいなっていう思いでオーディションに受けさせてもらいました。じゃ夢叶ってというような感じなんですか？はい、そうです。すごい、すごい嬉しい、嬉しい、嬉しい、ありがとうございます。あともう一人はどなた？ありがとうございます。はい、水色担当のしなりのんです。はい、活動してみて、私はずっとダンスをやってきたので、はい、人前に立つこと自体は全然慣れてはいるんですけど、うん、歌とかお話が本当に苦手で、でもなんか新しい自分を見つけられて、すごい楽しいなって思って活動してます。歌とかもね、やっぱりアイドル、ダンサーからアイドルになるとね、ちょっと難しいなって。難しいです。どうですか、先輩から見て。みんな上手になってるから、本当にすごいと思って、これから一緒にもっと成長していきたいなと思います。レッスンとかって大体皆さんどのぐらいの頻度で行ってるんですか？週に1回は絶対ある気がする。その週によってっていう感じなんですけど、やっぱワンマンライブだったりとかの、が近いと結構増えてるので、いくっていう感じです。なんかそのライブに向けてのリハと別でなんかレッスンがあったりとかする、それとも一緒にやっていくって感じですか？今はリハだけで。リハなるほど、そうですね。なんかあれですか、アイドルになってみて、あ、なんかここちょっと違ったなとか、逆にあ、ここ新しい発見楽しかったみたいなところってあったりとかします？アイドルダンスができないことに気づいてしまいました。なるほど。ここまでどんなジャンルだったんですか？ヒップホップ。じゃあ結構ゴリゴリずっとかっこいい感じだったんですね。可愛いのが本当に覚えられなくて。なるほど、わかります。私もダンサーやってるんですけど、逆にアイドル部になるとどっちからだっけみたいになったりとかね、するので、そういうとこ難しいですよね。難しいですね。なるほどなるほど、そうなんですね。皆さん、先輩方はなんか新メンバー入ってきて、なんか自分の気持ちこんなとこ変わったなみたいなとかあります？はい、私は2期生が入ってから2期生の指導係っていうのに任命されまして。なるほど。そういえばそういえばやばいよ。忘れたんですか？ちょっと、でも LINE、 なんか今までは結構年下だったので、結構人に頼るっていうか、お姉さん方に頼ってやってきたんですけど、逆に頼られる側になって、LINE とかそういう分かんないこととかを聞いてくれるのが普通に嬉しくて、なんか頼られるっていうの自分も成長できたので、なんか入ってきてくれて嬉しいなって思います。なるほど、すごい。じゃあ今ひまりちゃんがリーダーで、なんかリーダーとなんかお世話、指導係って感じで分かれてるって感じなんですか？そうです。おーおーおー、なるほどなるほど。
なんか他のお二人はなんか役職とか役職役職係みたいなのあったりするんですか？特にないです特にないです後輩とのどんな風な絡みとかあります？え、年齢がみんなめっちゃ近くて、うん、同い年と一個下と、うん、あと今日休みのみーちゃんも同い年なんですよ。だからいろんな話できるし、うん、めっちゃ楽しいです。じゃあもう毎日女子会トークみたいな感じそうですよ、うんうん、JK って感じ。あ、JK かなっていう、ね、そか、あとまともな JK はちょっと君とにはいないか。あれみんなどんな感じなんですか？個性が強いですよね。個性が強い。個性派ですけど、個性派 JK、 個性派 JK。 一番私が個性強いぞみたいなことって。絶対みーちゃんですよね。あ、今日やった。ちょっと残念だ。そっか、あともう一人の方いらっしゃるんですよね。初音みーさんで会ってますかね、はい、紫担当の方が本当はメンバーでいらっしゃるんですけど、ちょっと今日、はい、あのご都合つかずということでお休みなんですけど、その方が一番癖強いメンバー、絶対そう。なんか今までの君とはじゃあちょっと信じられないそうなんですね、うん、なるほど。じゃあ次回お会いするのがちょっとね、皆さんも楽しみかなっていうふうに思います。さてさて、そうしましたら企画の方に移っていきましょうか。そしたら君とはさんの方でタイトル あのコールをお願いします。いきます。夢トレコーナー、ありがとうございます。ですね、この番組はリスナーの方と共に番組を通して夢を叶えていくというコンセプトですので、このコーナーではゲストの皆さんのなんか夢を叶えていくトレーニングをしようかなっていうふうに思ってます。でですね、まずは今回は初回の放送ですので、あの事前にアンケートを取りまして、皆さんのなんか大きい夢だったりちっちゃい夢、あとなんか挑戦してみたいことっていうところをざっくばらんにお伺いしました。でですね、今私の手元に皆さんが書いてくださったあの夢が書いてるんですよ。ちょっとそれを一回お配りするので、はい、あ、これ番号順になってるので、はい、配っていただいて、すいませんね。はーい。あ、そしたらあれですかね、ゆうさんの方が中学生、うん、ということで、あの9時で出れなくなってしまうので一旦ここで、はい、あのご退席になります。ご退席です。ありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。気をつけてね。気をつけてね。はい、そしたら企画の方やっていきたいと思うんですけど、今皆さんの方にあのペーパーを配ったので、あのこちらがね、あの事前にアンケートを取った皆さんの夢だったり挑戦したいことになるので、一つずつご発表をお願いします。一つ目は元気で可愛いアイドルになる、みんなにもっと君とのことを知ってほしいです。いい夢ですね。誰ですかね誰の夢ですかね。じゃあ二つ目お願いします。はい、英語を話せるようにしてダンスの勉強をしに行きたい。おお、アメリカ留学とかですかね。うんうん、かっこいい。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 じゃあ3つ目お願いします。はい。舞台のお仕事をすることです。大好きなジブリなども舞台になっていて、いつかそんなお仕事ができたらいいなと思っています。今ちょっと観覧の方がクスクスみたいな笑いが。なんとなくわかります。あ、わかるんですね。次4番目、ちょっと上の方に掲げてください。はい。かっこよくスラスラ喋れるようになりたい。おー、トークが苦手なんですかね。じゃあ次、誰5つ目。自分の部屋を好きなもので埋め尽くしたい。かわいい。わかる。なるほど。あとね、もう一つ、あ、二つか。一つ目が、コミュ障を少しでも直して、話していて楽しい人になりたいっていうのが6つ目で、あともう一つが、かわいいですね。マクドナルド大食いしたいっていうのがありますね。可愛いですね。なるほど。今ね、7つの夢を持っていただいたんですけど、そしたら君とはの皆さんには誰がどの夢なのかっていうのをちょっと相談しながらちょっと配っちゃうので、はい、あのこれもう一回見ながらでいいので、誰がどの夢だみたいのをあのペーパーの方に今書いていただければいいなと思います。で、ちょっとこの間にね、観覧の皆さんにこれ誰のだみたいな当てっこゲームしていきたいなと思うんですけれども、でですね、あのリスナーの方であの観覧今日来れなかったよっていう方はぜひですね、ハッシュタグガリーズ夢計画であの SNS に投稿していただいて、まあ、これ誰かの夢じゃないかみたいな投稿していただけると非常に嬉しいです。じゃあなんかちょっとざわざわざわってなったのがあるんですけれども、
舞台のお仕事をすることです。大好きなジブリなども舞台になっていつかそんなお仕事できたらいいなと思ってます。これ誰のだと思いますか？フリップをちょっと上げていただけると。誰だろう。これじゃないかみたいなのがあります？なるほどなるほど。まるちゃんっていう意見だったり、しのちゃんの意見もありますね。あ、しのちゃんが多いですかね。すごい、しのちゃんだらけだけど。あ、しのちゃん。あれ、みんなしのちゃん。あれ、みんなしのちゃんの意見でした？え、今一番です。あ、でも朝日ちゃんってこともですね。おー、なるほどなるほど。あともう一個ちょっと聞きたいな。マクドナルド大食いしてみたい。これ誰だと思います？わかります？かわいいな。あ、でも結構分かれてますよ。英語勉強してゆゆちゃん、みーちゃん、しのちゃん、しのちゃん、まるちゃん。あ、マクドナルド大食い結構分かれてますね、意見が。あ誰だろう。4なんだっけ。私も皆さん今シンキングタイムところで、したらですね、あと30秒ぐらいで皆さん書き上げていただけると助かります。はい、2分までお願いしますね。4が、あともう一つ聞こうかな。あ、これいいですね。元気で可愛いアイドルになる、みんな君の、ん、みんなにもっと君とはのことを知ってもらいたい。これ誰の意見だと思いますかね。誰だろう。でもみんなね、これは思ってることかもしれないんでね。おー、おニノンちゃん、まる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 ちゃん、あ、ゆゆちゃん、おー、分かれてますね。まるちゃん多いですよ。まるちゃん多いですよ。あ、皆さん、あ、5それでいいか。で、6が、なんだっけ、6はコミショ。コミショですね。7がマック。あ、7マックです。あ、いけた。さて、書き終わりましたか。ちょっと待ってください。お、頑張れ頑張れ頑張れ。みんな当たりますかね。ねえ。いけそうかな。じゃあちょっと一個ずつも聞いていこうかな。じゃあフリップ書き終わった人ドンと開いてください。トントン。あ、でも結構一緒が多いのかな。ねえ、分かれちゃってるのどこだ。結構一緒か。で、でもバラバラかも。結構、結構バラバラですね。絶対これだと思う。私も絶対、自信満々です。自信満々ですね。あ、そうですね、自分のところもあるんで、そこは私とか書いてもらって大丈夫ですよ。やばい、ちょっと待って、なんかさ、絶対これって迷ったやつちょっと逆だわ。絶対これ、いや絶対これじゃない。お、書けましたかね。ありがとうございます。じゃあこ回答で揃ったところで、丸つけです。お、丸つけじゃない。じゃあ答え合わせ。やばい。ちなみに皆さんの中、なんかこの夢気になったなみたいなのあります？ジブリの舞台です。なんかあるんですか、それは。やっぱり誰かな。全員1かな。何番でしたっけ。全員1です。3番みんな誰にしてるんですか。せーの、しーちゃん。いや、これはそうなのかな、もしかしたら、ね、やっぱりジブリ好きっていうのは。あ、私です。これは100。そうなんですよ、私ジブリがちっちゃい頃からずっと大好きで、うん、めっちゃジブリオタクなんですけど、うん、なんか最近演技のお仕事ずっとしたくて、ちっちゃい頃はミュージカル習ってたりとか、演技のお仕事ずっとしたくて、うん、なんか舞台女優とかやってみたいなって思ってて、うん、見るのも好きだし、演技とかは、自分やるのも好きなので、なんか大好きなジブリとかの舞台立ったりとか、あとアニメとかも見るので、うん、アニメの最近実写とか の、 あ、いいですね、あの舞台とかもあるので、そういうのやってみたいなっていう私の夢です。あ、でも決まりましたね、ここ。じゃあもう3番はもうみんな合ってますね。じゃあ答え合わせいきましょうか、はい、1番、元気で可愛いアイドルになる、みんなにもっと君とはのことを知ってほしいがですね、うん、まるちゃんです。まるち
ちゃん。おお、正解しました。すごい。じゃ正解したとこ丸とか書いといていただければ。じゃあ2番、英語を話せるようにしてダンスの勉強しに行きたい。これはですね、みーちゃんになります。やっぱみーちゃん迷ったおー合ってる。おー、うん、すごい迷ったんだよな。アチョピにしたんだけど、私もアチョピにした。でもアチョピ留学したがらないか。3番ですね。あ、これもう決まりですね。3番、はい、ジブリの舞台とかやってみたい。しのちゃんですね、これは。はい、みんな一致ですね、これは。見に行くね。ありがとう。続きまして4番、かっこよくスラスラ喋るようになりたい。これはひまりちゃんですね。みんな当たり。私ゆうちゃんって書いたんだよね。あれ、あ、やっぱね、ひまりんね、ちょっと喋り方特徴ありますからね。かわいいですけどね。これあれなんですよ、キャラじゃなくてダンサー時代からこれですから。ずっとちっちゃい時からずっとこうなので、ちょっとこのラジオを通しておしゃべり上手になっちゃいたいです。かわいい。かわいいですね。なんかずっとかわいい。そのままでもいいかなって思うんですけどね。じゃあ5番がですね、あ、かわいいですね、これも。自分の部屋を好きなもので埋め尽くしたい。これは朝日ちゃん。あ、やっぱりやっぱり。何が好きなんですか？アニメと漫画と、うん、アニメとか漫画とか、うん、本とかも好きで、今ちょっとグッズをちょっと集めて頑張ってます。でも見てみたい。そう、ね、でも気持ちめっちゃわかる。私もジブリの部屋にしたいです。めっちゃアリエッティみたいな部屋にしたい。かわいい。かわいい。いいですね。うん、なんかね、いつかそのヘアグッズだらけのとこ見せていただけたら番組でも、うん、嬉しいです。はい、お願いします。じゃあ6番目がですね、コミュ障を少しでも直して話していて楽しい人になりたい。これは間違いない、ゆうちゃんです。やっぱそうですよね。これは皆さん合ってますかね。なるほど。あ、これもう最後ですね、マクドナルド大食いしたい。これゆゆちゃんです。かわいいですね。まるちゃんかと思って、え、本当？私迷っちゃった。ひまりちゃん好きだもん。ありがとうございます。まあ、今日はね、なんかこんなところで皆さんのあの夢とかね、挑戦してみたいことみたいなのを聞いていったんですけど、こちらをもとにですね、次回からトレーニングコーナーみたいなのを作っていけたらいいなと思いますので、皆さん次回もお楽しみにしていただければと思います。で、まあ、なんか予想当たったとか外れたとかですね、ぜひぜひハッシュタグガリーズ夢計画をつけて投稿していただけると嬉しいです。では以上、はい、夢トレのコーナーでした。ただですね、あ、番組にお便りをいただいたので、はい、君とはの皆さんからご紹介いただければと思います。2つぐらいですかね、ご紹介お願いします。じゃあ1つ目です。はい、1つ目は RN うどん食べたいさん。おー、うどんさんですね。ラジオレギュラーおめでとうございます。今の気持ちを一言で言うとどんな感じですか？ラジオでやってみたい企画はありますか？私はラジオドラマをぜひやっていただきたいと思います。ラジオ終わりに食べたいうどんはどんなうどんですか？これからのラジオ楽しみにしてます。体調を気をつけてくださいです。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。うどんさん、うどんが好きなんですかね。ありがとうございます。じゃあ2つ目の方行きましょうか。はい、ラジオネームリーモンさん、6歳。かわいい。君とあちゃんこんばんは、リーモンだよ。初めて書くよ。君とあちゃんはいつからダンスを始めたの？みんな上手、みんなかわいい。リーモンもダンスやってみたいけど恥ずかしいんだ。またライブ行くね。みんな大好きだよ。大室ママってことで。6歳の大室やばいね。かわいいのが届きました、ね、やばい、これかわいいね。もしかしてよくファン来てくださる、はい、そんな方、ね、6歳の方が可愛いんだよね。ね、今回もね、見てくださると嬉しいなと思うので、はい、はい、またありがとうございます。続いてですね、このまま告知の方行っちゃいましょうか。君とはの皆さんに何かライブの告知とかあればお願いします。はい、君とはから次回のワンマンの告知をさせていただきます。次回のワンマンライブは9月の8日に渋谷ストリームホールさんで、ワンマンライブ僕らが僕らであるためにが開催決定しました。ありがとうございます。すごい、もうこの前のライブでいろいろ情報を解禁させていただいたんですけど、新衣装だったり新曲だったり、あと君とは初めてのことに挑戦したりするので、皆さんぜひよかったら遊びに来てください。お願いします。お願いします。
いつでしたか、ごめんなさい。9月の8日です。9月の8日。9月の8日です。あと1ヶ月ぐらいかな。はい、ね、うん、9月の8日よかったら皆さんお越しいただけると嬉しいです。待ってます。待ってます。告知以上で大丈夫ですかね。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。あ、もうあっという間ですね。あと5分ぐらいで終わっちゃいます。皆さん今日初登場だったんですけど、どうでしたか。ちょっと緊張してました、うん、ねえ、あのお客様がいてプラスなんか光を浴びてって、うんうん、話だけで行くっていうのはちょっと緊張しますよね、はい、緊張する、うんうん、どうですか、なんか次回やってみたいこととかってあります。次回やってみたいことは、うん、なんだろう、でも今日みたいななんかメンバーのことを知れるような企画いいなって思いました。なるほど、なるほど。なんか知らない一面とか知ってみたいです。確かに。なるほど、なるほど。なんか2年間一緒にいても、うん、なかなか知らない部分だったりとか、うん、あるよね、あったりするので、こういうところでね、うん、知っていきたいなと。確かにラジオを通してねメンバー仲も深めていただけたらいいなと思います、はい、どうでした今日は。話すのがちょっと面白いと話さないとこれで克服していく。私 MC とかでもあんまり話せないので、緊張してましたずっと、はい、でもね最初の方もね結構お話いただいてたのでね、よかったな。どうでした。ラジオは前回1回出演させてもらったもので2回目なんですけど、今日がなんか前はこの目の前に聞いてる方はいなかったんですけど、今回は皆さんいて、なんかこのクイズやった時にみんな全然違うのとか面白かった。だからめっちゃ楽しかったので、なんか次回もゲームとかが楽しみです。あ、うん、ありがとうございます、よかったです。どうでした。いや、もうめっちゃ喋るのはそんな得意じゃないのでちょっと大丈夫だったかなと思うんですけど、うんうんうん、もうあっという間でめっちゃ楽しかったので、うん、また次も楽しみになりました。なるほど、ありがとうございます。実はですね、私も観覧ありの番組っていうのは今回初めてで、いつもいわゆるラジオみたいな感じでヘッドホンつけてマイク1本2本あって、あとまたパーソナリティの方が 3,4 人ぐらいでいるのかなっていう番組が結構何本かやらせていただいてるんですけど、あのお客様の目の前でこうスポットライト浴びながら喋りだけで30分間ね通すっていうのやっててもちょっと緊張したり私も難しかったりするので、皆さんと一緒にね今後頑張っていただけたらいいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。でやっぱりですね、この番組ですね、あのファン応援型番組ってなってるので、リスナーの皆さんだったりファンの皆様の応援が非常に大事になってきます。で皆さんとねお会いできる機会も、あのラジオ普通のラジオ番組みたいに毎週あるわけじゃなくて、君とはの皆さんは月1から多くて2、第5木曜日ってある月とない月があると思いますので、あの基本的には月1しかお会いできないという状態になっちゃうのでね、この機会にはぜひ会いに来ていただけると嬉しいなと思います、うん、なんかライブと違ってどんなとこが違ったとかあります、今日。なんか、まあ、ライブでも MC はするんですけど、うん、こんなに長くメンバーとかこういうファンの人の前で話すっていうのはあんまりしないので、うんないね、だからちょっと緊張したんですけどあのたくさん機会をいただいてるので、うん、ここでみんなでもっとトークスキルを上げて、うん、みんなで楽しんでいけたらなと思います。そうですね、うん、次回の夢トレ企画とかもね、皆さんのもっと個性を引き出せるようななんか企画を考えていけたらなと思うので、うん、もしなんかリスナーの皆様であのこんな企画やってもらいたいとか、こんなのだったらあの君とあのみんなの、 あの個性引き出せるんじゃないかみたいなご意見ありましたら、あの局にあのメールを送っていただくか、まあ、ハッシュタグガリズ夢計画で、うん、あのツイートしていただければ読み上げていくので、うん、そういったところあの見ていただければいいなと思います、はい、じゃあもう時間もあっという間ということで、30分間リスナーの皆様楽しんでいただけたでしょうか。番組の感想や君とはさんへのメッセージなど、ハッシュタグガリーズ夢計画でぜひ SNS の方に投稿してください。またですね、メールの方も、随時募集していますので、先住なんだっけちょっと待ってくださいね、こちらですね、専従 @cwave.jp の方でメールを送っていただければと思います。
またこの番組も成長していく番組ですので、今後とも猪狩莉乃と君と永遠の応援よろしくお願いします。